ドイツ空軍トーネード戦闘機後継機問題に、ようやく決着。ついに、F-35A 戦闘機に、決定との情報をキャッチしました。今回は、ドイツ空軍トーネード戦闘機後継機は、F-35A 戦闘機に、決定を詳しく見ていきますね。F-18 ホーネットより、ステルス戦闘機の方がいいでしょ。2022年7月28日、アメリカの国務省は、ドイツに対して、いわゆる第5世代戦闘機であるロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング 2A 型の売却を認め、同国議会に、その旨を通知したことを明かしたため、長らく続いた問題に、終止符が打たれた。ドイツ側としては、すでに、2022年3月14日に、この F-35 ライトニング 2A 型の導入を、現行のパナビアトーネード戦闘爆撃機の代替機として決めていたこともあり、今回、アメリカ側で、その方向が追認された形ではある。アメリカの国務省は、このドイツに対する F-35 ライトニング 2A 型の35機の売却を対外有償軍事援助にて行うとしており、総額でおよそ 1.2 兆円。1機あたり343億円ほどの金額になると推定され、決して安価ではないように見える。しかし、この35機で、およそ 1.2 兆円、1機あたり343億円という総額には、F-35 ライトニング 2A 型の機体本体だけでなく、各種の兵装類や消耗品類、保守費用、トレーニング費用等も含まれているため、単純な比較は困難である。日本の航空自衛隊の場合、F-35 ライトニング2に関しては、A 型並びに B 型の2機種が調達されることとなっているが、予算下積みの1機あたりのこれまでの調達価格は、およそ120から130億円程度が平均の金額となっている。2022年9月現在、日本では、F-35 ライトニングには、A 型を105機、B を42機の合計で、147機の調達が計画されているが、この数をして批判する側は、アメリカの言い値で、故安倍首相が押し付けられたかのような主張を展開する。しかし、今回のドイツの金額と、そのまま比べられるものではないとはいえ、こうした批判が、いかに的外れなものであるのかが、よくわかったのが、アメリカの国務省が提示した、そのドイツに対する総額だったとも言えそうだ。ドイツも、ついに F-35 ライトニング2を導入する世界で、17番目の国に名を連ねた形ではあるが、この動きの裏にあった最大の動機は、やはり、2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵攻を抜きにしては語れない。ドイツは名実ともに、NATO 加盟国中で、最大の経済規模を持つ大国ではあるものの、冷戦時代には、東西に分割された状況に置かれ、有事の際には、旧ソ連をはじめとする、ワルシャワ条約機構軍と対峙する最前線という、地理的環境下にあった。そのため、ドイツは、当時は、西ドイツではあったが、陸上戦力を中心に、東側への備えを行っていたが、1991年に旧ソ連が崩壊したことで、ワルシャワ条約機構軍の脅威も消滅したことで、長らく続く軍備縮小の時代を迎えた。さらに、ドイツの東側に位置していた旧ソ連の衛星国の多数が EU や NATO の加盟国となったため、ドイツ自体は旧ソ連の後継国家となったロシアに、直接攻め込まれる危険性が大きく減少したこともあり、軍備の必要性も比例して下がっていった。ドイツは、自らが、第二次世界大戦時には、旧ソ連に軍事侵攻を行ったことは、言うに及ばず、第一次世界大戦でも、帝政ロシアと戦った過去があるが、そうした仮想敵国であったはずの現ロシアとは、近年は、
経済的な関係を深めていた。これは旧ソ連崩壊後に成立した現ロシアに対して対立ではなく協調関係を選択したといえば聞こえはいいが、身のところ仮想敵国と国境を接さなくなったことでロシアからの安価な天然ガスの供給欲しさの経済的な動機を優先させたものだろう。ロシアによるウクライナ侵攻によって西側諸国と歩調を合わせたドイツはロシアからこの天然ガスの供給に使用されていたパイプラインのノルドストリーム1を停止され、同2の稼働も見送られることに直面している。ドイツのみならず、西側のヨーロッパ諸国の多くが、こうしたロシアからの天然ガス等のエネルギーの供給に依存していた状況は、ロシア・ウクライナ戦争におけるロシアの西側諸国の出方をプーチンに過信させる大元ともなった。現在のロシア・ウクライナ戦争では、2022年8月末頃より、ウクライナ軍の反攻作戦が開始され、多くの軍事関係者の指摘とは異なり、南部のヘルソン地域ではなくハルキウ州方面において、大規模な攻勢が行われている状態である。このまま、ロシア軍が、ウクライナの北部や東部から、駆逐されていくのか否か、今後の戦局の動きに、大きな注目が注がれているが、仮に、そうした方向に進み、今回のロシア・ウクライナ戦争の落としどころが見えてきても、その後は不明瞭だ。さすがに、ロシア・ウクライナ戦争を目の当たりにした、ヨーロッパ諸国の間では、1991年の旧ソ連の崩壊に伴う、軍縮の流れからは、大きく変化しようとしているように見えるが、どの程度まで、ロシアの影響力が低下するかによるだろう。さて、ドイツの F-35 ライトニング 2A 型の調達決定という本題に話題を戻せば、ロシア・ウクライナ戦争の世紀に関わらず、現行のパナビアトーネード戦闘爆撃機の退役は2030年と迫っていたため、代替機の選定は必須だった。ドイツは、その代替機として、2020年にはアメリカの F/A-18 スーパーホーネットを選定していたが、これはドイツが自国では核兵器を保有していないものの、NATO の枠組みの中でアメリカの核兵器を運用する必要性があったためである。この NATO 内でのアメリカの核兵器の共有の施策をニュークリアシェアリングと呼ぶが、ドイツ以外にもイタリア、オランダ、ベルギー、トルコがこれを行っており、その核兵器を運用する手段に航空機を用いている。ドイツでも、この核兵器の運用のため、具体的には、戦術核の B61 モッド12を搭載可能とするために、F/A-18 スーパーホーネットを選定していたが、2022年1月に、アメリカの国家安全保障局が、その統合可能な機種から、同期を外したことで問題が再燃した。これまでこのニュークリアシェアリングを維持するためにドイツとイタリアはパナビアトーネード戦闘爆撃機、オランダ、ベルギー、トルコの3カ国は F-16 ファイティングファルコンをその運用航空機としてきた。すでに、ドイツを除く、イタリア、オランダ、ベルギー、トルコは、今後、その用途を担う航空機に、F-35 ライトニング 2A 型を選択し、導入を決めていたが、ドイツのみは、フランスとの兼ね合いから、政治的に、その方向に進めていなかった。これは、ドイツが、フランス・スペインとの間で進めている FCAS。フューチャーコンバットエアシステムの進捗に与える影響を鑑みてのことであり、アメリカにのみ依存しないヨーロッパ製の戦闘機開発を基としていたからである。ただし、この FCAS、フューチャーコンバットエアシステムに関しても、ドイツとフランスとは、2度の世界大戦をはじめ、過去に、
数多くの戦いで矛を交えた経緯があり、理念のみで成立する間柄とは一概には言えない。すでにこれまでも FCAS フューチャーコンバットエアシステムをめぐるドイツとフランスの間では不協和音もたびたび聞かれ、自国で独自に戦闘機開発を担っているフランスの脱走者がまた単独開発を志向するような動きも漏れ聞こえている。日本でも F2 戦闘機を代替する次期戦闘機開発に関して、これまで本命と思われていたアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぐ方向から転換し、イギリスのテンペスト計画との統合が鮮明となるなど、慌ただしい変化が起こっている。かつては、ドイツ・フランス・スペインの FCAS、フューチャー・コンバット・エア・システムとテンペスト計画の統合が囁かれた時期もあり、最後の有人戦闘機開発とも言われる、この動きの着地点は、未だ定まってはいないようだ。